しかしその鈴木に対しては奥川も3球勝負できました、はい、最後は外のボールバットが回りました。だからあの辺のこう見極めなんかもやはりこうノリが浅いんで若干やっぱりこう早く見極めをしてしまう。最後は見逃しの三振。8番バッターからすると厳しいところに来ました。かなりここは古賀がインサイドに寄って、最後はまっすぐでした。見逃しの三振です。以上を、ね、目標にしてこうバッティングに取り組んできたんですよね。その源田に対して最後は147キロ、ドスンときました。早くも三振も見えてこないと思うんですよね。それこそ先ほどお話にありましたけどスワローズは村上がいます。最後は変化球でした。この回も奥川乗ってきました。三者凡退続けています。